岸優太の岸君公文が10日ぶりに再登場、SNS を沸かせる一方で、映画、G メンに感謝の声も、日本の人気アイドルで俳優の岸優太が10日ぶりに SNS で岸君公文を駆使しての投稿を行い、ファンから10万を超える、いいねを獲得しました。同時に、初主演映画、G メンの上映が終了することに対する感謝の声も相次いでいます。本記事では、岸優太の最新の SNS 投稿と映画、 G 面に対するファンの反応を探り、その背後にあるトレンドと人気の要因を明らかにします。岸優太の SNS 更新、岸くん公文が再び脚光を浴びる。岸優太は14日午前0時過ぎに10日ぶりに自身の SNS、旧ツイッターを更新しました。この投稿では、明日もファイト、といった岸くん公文が特徴的でした。この投稿は即座に反響を呼び、関連ワードが複数トレンド入りしました。 特に、岸優太、X といったハッシュタグが注目を集め、SNS ユーザーの間で話題となりました。岸くん公文は、彼の投稿スタイルの一環で、上音符を多用する特徴的な表現方法です。このスタイルは岸優太自身のユニークな個性を反映しており、ファンからは親しみを持って迎えられています。 岸優太の投稿にはいつもポジティブで元気なメッセージが込められており、それが彼の SNS での人気の一因となっています。この最新の岸くん公文投稿では、10万を超えるいいねが寄せられ、フォロワーたちからは、いッパー、からっありがとう、岸くんの優しいポストで、明日も頑張れるよ、起きててよかったー、などといった喜びの声が相次ぎました。映画、人面の感謝の声、ファンが送る温かなメッセージ。 岸優ユタが初主演を果たし、8月25日に公開された映画、G メンがこの日で上映を終了することが判明しました。これに対し、ファンたちは、G メンありがとうがトレンド入りするほどの熱狂的な反応を見せました。岸優ユタは映画での演技においても高い評価を受け、その成功がファンとの絆を一層深めています。SNS 上では、楽しい思い出はありがとう。暑い時期から今日までのロングラン上映、感謝しかありません。 G 面に会えて本当に良かった、といったメッセージが集まり、岸優太に対する感謝の気持ちが溢れています。G 面の上映終了に伴い、映画を通じて共有した喜びや感動がファンたちの心に深く刻まれたことが伺えます。岸優太の人気の要因、ポジティブなイメージとユニークな表現。岸優太の人気は、彼のポジティブなイメージとユニークな表現スタイルに根ざしています。 キシ君公文はその代表例であり、彼の個性的で親しみやすいキャラクターを強調する一翼を担っています。SNS 上での活発なコミュニケーションも、ファンとの結びつきを強化しています。一方で、映画、ジーミンでの主演はキシユタの俳優としての実力を証明し、多くの新たなファンを引き寄せました。彼のポジティブで明るいキャラクターが、映画と SNS の両方でファンたちに愛されている要因と言えるでしょう。 岸優ユータの輝かしい活動とファンとの結びつき、岸優ユータの SNS 更新が再び注目を集め、映画、G メンの上。